どうも皆さんこんにちは、あちしです。あいかです。今日は何するんですか？今日は、はい、チャンネル登録者が1万人いった。あ、そうです。おかげさまでありがとうございます。ありがとうございます。いつも1万人さ、こんな早くいくと思わなかったから。もう本当年内目標だったよね、1万人なんて、うん、ありがとう、みんないつも。ありがとうございます。で、それを記念して質問コーナーをやっていきます。はい、今回はサクサク答えていく感じします。そうね、俺が話いつも広げちゃって怒られるから広げすぎるかも。レッツゴー、レッツゴー。ちょっと僕ご飯食べてなくて、あのご飯中にすみません。あくはご飯を食べながらやります。いただきます。ごめんなさい。ということで、質問をみんなから届いたのを選んで答えていきます。はい、まず一つ目、はい、あっくんはあーちゃんの好きなところと、あいちゃんはあっくんの好きなところを教えて。じゃあ一つだけね。俺はね、あのライブとかでよく言ってるけどね、面白いとこが好きです。僕はアイちゃんの、はいはい、言ってるね。すごい面白いギャグ戦がね、僕と合うんですよ。すごい楽しいね、いつも。うちは、うちもいつも言ってる、あの排水溝に素手でうちの髪の毛を取るとか、すごいさ、コアなとこ好きよね。好き、そこが。はい、次アイちゃん、進路決めるとき美容学校以外に候補あったりした？美容学校だけでした。メイクと髪の毛とかするのが好きだったの。うん、です。ちなみに僕は服飾の学校通ってました。はい、そうだね。ミシン使ってました、こうやってずっと結婚してよかったと思ったことはありますか？じゃあ、君から。朝起きたときと、夜帰ってきたときですね。すごいね、幸せな気持ちになります。うちはこれが一番だけど、毎日一緒におれるところ大好きなです。次、タバコの銘柄。タバコの銘柄、それは一緒だから一緒によ。せーの、キャメル。まあ僕はレギュラーなんですけどね。うちはメンソールです。僕6ミリ、あのライトに青色。次は、一緒にいるのは何年ですか？今月で結婚して1年で、うん、付き合って何どれだ、1年8ヶ月とかじゃないですか、うん、多分。なんかすごい、まだすごいね、何年も付き合ってとか何年も一緒にいてとかじゃないです。そうなのよ。次、3年友達だった人に告白して振られました。どうしたら立ち直れますか？わぁ、やばくね。言ったことがまず勇気なの、ほんまに。そう、うん、多少はね、しばらくは気まずいよね、うん、きっとね、うんうん、でも時間が経てばさ、そうそう、3年も友達だったでしょ。うん、大丈夫だよ。楽しもう。とりあえず友達とかといっぱい遊んで、うん、忘れることが大事だと思う。うん、頑張れ。それが痛かった。次、奥さんとの一番の思い出は？でも僕、出会いたての時ですかね。出会いたてかな。めっちゃ一緒。結構思い出。うん、一緒なの？一緒。なんか、いいよね、あの感じ。うん。うん、なんか、朝まで話した感じとか、うん、めっちゃ楽しかった。で、夜いきなりコンビニ行こうっつって、ついでに公園でちょっと桜見たりとか、そういう暮らしをしてたんで。楽しかった。そう、楽しかった。次、おめでとうございます。ありがとうございます。今、妊娠8週なんですが、妊娠中気をつけたこととかありますか？あっくんが、まあ、じゃあ気をつけとったこと、うちに対して、うん、と、うちが気をつけとったことにも。うちは、特に8週とかの頃は、気をつけてたというよりも、座りがひどすぎて、もう食べることもできなかったね。うん、長い目で見て気をつけとったことは、2つ一番覚えてることがあって、1つは、本当に食生活、生物とか、いつも取らないようにしてたし、できるだけカップラーメンとかも食べないようにしてた。あともう1つは、葉酸を取ること。栄養を補えるから、一応葉酸はサプリとして飲んでましたね。あと自慢みたいになっちゃうけど、いいよ。例えば基本家帰ったらタバコ吸わなかったかな、うん、あと、あの愛ちゃんがその今言った食べれないものを愛ちゃんの目の前では食べないようにしてたとか、うん、まあ基本的に愛ちゃんができないこととかもなんか、あ、なるべく手伝おうみたいな、家事とか、うん、体だけじゃなくて、なんか妊娠中心があるじゃん、うんうんうん、そういうのそっちの方を気にしてた、体よりも。なるほどね。そんな感じですね、うん、次、体型維持は何してますか？あ、私すっごい気にしてるの、ごめんなさい、どうぞ
これ結構あのなんか TikTok のライブとかインスタライブとかでも聞かれるな。そう、うん、ね、見るよね、うん、よく聞かれてる。そう、聞かれるんやけどガチで何もしないようち。まあハー君と散歩とかはするけどね、そのくらいかな、うんうん、最近その強いて言うんであればグラマラスパッツを何つった今グラマラスパッツを履いてるんよ。グラマラスパッツ、グラマラスパッツ、あ、履いてるやつ最近。そう、今も履いてるんやけど俺ヒートテックかと思ってたんだけど、ずっとこれ結構この YouTube とかインスタとかでそのグラマラスパッツをその宣伝みたいなしとる人がをよく見とって、あ、なんかいいんかなみたいな思っとったんよ。でも実際その提供でもらったんやけど、それをなんか2枚いただいて、ソフトタイプとレギュラータイプっていうのもらってて、まあでも基本なんか2枚をうちは使い回してるんだけど、育児とかさ家事とかするのって結構立ち仕事が多いやん、うん、でそれこそハー君の散歩とか行ったりする時も最近寒いし、うん、基本これずっと履いとるようち、うん、なんかそのすっきりするっていうか、すっきりするの、すっきりする、うん、着圧とかがあるから、うん、そのご飯をなんかその食べ過ぎんのよ。最近食わんね、確かに。わかる、ギュッてなっとるけん。え、待って、それさ、え、僕にも提供送ってくれますかあの僕ご飯食べ過ぎちゃうんですよ、いつも。食べ過ぎ防止はね大事だよ、ね、え、マジ大事だと思う。俺だってすっげー思うもん、食べ過ぎ防止。さっきそのすっきりするって言ったんやけど、ここに写真を載せてきます、どんな感じか。あ、でもお前はいいじゃん。あ、俺じゃなかった。せーの、ボン。はい、こんな感じで、まあ、その家の中で履くのも寝るときとかもちろんなんやけど、うん、うちは今日もそうやったんやけど、このスパッツにこういう感じのボンってパーカーを着て普通にスーパーとか行くんや、コンビニとか。全然おかしくないよね。待って、今立ってみようか。わかる？あ、ほんまや。おかしくないやろ。意外とあったかそうやん。いや、あったかいんよ。で、もっと寒くなっていった時にこれの上にズボン履いたりしたら、うん、寒さ対策にもなるやん、うん、女の子って寒さでその代謝が悪くなったりとかすると思うんやけど、その寒さを解消してその代謝が悪くならんようにズボンの下とかに履いたりするのも全然いいと思う、うちは。お気づきかもしれませんけど、あの案件、案件です、すみません。温かい。うちが今履いてるこのスパッツが1着から買えて、3着買ったら1着無料でついてきます。グラマラスパッツがその高価なものとかがなんか出回ってるらしくて、でもうちが今紹介してるこの動画の概要欄に貼ってるサイトから飛んでもらったら普通に安く買えます。安くっていうのは一番お得に買えるみたいな、もちろん本物のサイトです。クリスマス前なんでみんな男性とちょっと気分があるかなって、そんなこともあるかなって、あれか、あれね、あれね、あれね、思うんだけど、うん、だからまあそういう時のために足ケア頑張りましょう。足ケアを、女の子はね足のケアとかね大事だと思うから、私もそろそろ気にしないと皆さん概要欄をチェックしてみてください。元気で飽き性だから、そうこいつマジで、そのあんまりマジに毎日だから毎日履いてるから、マジで毎日履いてるめっちゃ気にそうでございます、聞いてもらえそう。めっちゃキモい、それ花かっぱのキャラでそういうのおる、うん、サイズもねあるから自分に合ったサイズを選んでみてください、お願いします。はい、はい、ということで、ということで質問コーナーいかがだったでしょうか。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、コメント、無断転載、無断転載、その他 ETC 皆さんよろしくお願いいたします。それではまた皆さん次回の動画をお楽しみに。終戦、ピース。